北西側から見た橋前景。後ろの東海道線の橋梁に比べると一回り、小さい伊比川橋は、岐阜県大垣市と岐阜県安八郡安八町を結ぶ、伊比川に架かる橋である。大垣市道に指定されており、歩行者、自転車専用の橋として供用されている。1886年東海道本線、大垣駅加納駅開通時に建設された。 鉄道橋の橋脚、橋梁を道路橋に転用して供用されている。元橋は東海道本線の開通時から現位置で残る唯一の遺構であり、かつ日本初の幹線鉄道である東海道本線の中で最も高度な技術を駆使して建設されていることから2008年に国の重要文化財に指定された。元橋の名称としてはビビ川橋の他に、 旧伊比川橋梁を、また地元では、大垣市の地名から名付けられた、深海鉄橋、旧アンパチ沢渡村の村名から、沢渡り鉄橋と呼ばれている。橋脚には、レンガが確認できる設計は、イギリス人の建築技師ポーナルが担当。橋梁は、1886年に、イギリスのパテントシャフトで製造された、下地ダブルワーレントラス橋である。路面が、 アスファルト舗装、フェンスを両面に追加した以外は、ほぼ当時のままである。橋脚は、円形レンガイずつ2本である。コンクリート補強が行われているが、ほぼ当時のままである。当初の計画では、中鉄柱方式であったが、川底の軟弱地盤を考慮して方式が変更された。重要文化財指定の構造としては、鉄製五連トラス桁橋。 百二325.1メートル、橋台2機及び橋脚4機付け。ありがとうございます。